こんにちは、ライムです。ということで、だいぶ遅れましたがクリスタルダンジョン独属性ガチャ解説やっていきたいなと思います。はい、そう、木曜日がね、いろいろまあありましてね、 FFRK コラボカフェとかにも行ったりとかねしてて、まあ時間がなかったのが一番の、まあもちろん他のゲームでもエヴァクラでもランキングが始まっていたりとかね、そういったところでちょっと頑張っております。先ほどもやってたがね、今朝5位に落ちてたの1位にまた舞い戻ってきましたね。エヴァクラの方は、 FFRK の方は全然やんないけど、エヴァクラのランキングは頑張ってるはい、ということでですね、見ていこう。今回が、まあ、全人類待望と言ってもいいんじゃないかね、クリスタルダンジョン独属性なわけですが、これもうみんな待ち望んでたよね。もういろんなところ、僕の動画のコメントでもありましたよ、独属性のこの確定デバフ。これ確定デバフって呼んでると、たまに確定デバフって何ですかって言われるんだけど、これはもともとですね、あの機構士アビリティのアビリティであるじゃないですか、コールドオファーとかフロストオファーとか、だんだん確率上がってきたんですけど、そこで1000アビリティで確定 100% のデバフになったから、その名残だね。昔は確率デバフとかって言ってたから、機構士アビリティがフロストオファーとかね、 50% デバフとかっていう言い方をしていたので、その名残で確定デバフって言ってるので、最近見始めた方とか、って方は分かんないよね。もう1000アビリティ実装されてもうすでに何年も経ってると思うんで、その名残なんで、まあ要するに 100% デバフだよと、打てば確実にデバフがついてるやつだよとっていう意味で言ってますので、そんなに別に深い意味はない、ただ単純にただ毒デバフができるよ、1000アビだよっていう意味ですね。はい、で今回ビビーなんですけど皆さん待ち望んでたのは、まあ特にオルトロスに来たらよかったねみたいな話はあったと思うんだよね。オルトロスが物理と魔法両方対応できるキャラっていう便利さもあって、オルトロスが来たら全部解決じゃんみたいな雰囲気ではあったんですけど、オルトロスにはまあついに来なかったんで、じゃあもう次どうすんだと、なんならキスティスとかに1000アビリティ来るんじゃねえかとみたいなね、まあ想像していた方もいたと思うんですが、もう新規キャラと新規だよね、実質。今までビビって炎と氷と雷の3属性対応キャラだったところに、ここにあえて毒をさらに追加してくるわけで、第4属性だよねってことになるから、もう実質新キャラと扱ってもいいぐらいの内容になってます。はい、まあ間違いなくこれは強いからね。で、毒属性は今もう最近のまあクリダンとかになっちゃうと、物理と魔法みたいな、枠組みも生まれちゃったけど、それ以下のダンジョンであれば物理も魔法も関係なく使っていけるし、あとまあでもクリダンにしてもですね、毒デバフだけ欲しいのであれば物理と魔法関係なく一応連れてくことはできる。今まで通りやってたことだよね。魔法パであってもエドガーとかシーフのキャラ入れて毒デバフ要因として使っていくみたいなことは今までもやっていたことなんで、全然ビビもね、物理パに入れて使っていくでも全然いいと思うし、まあいずれにしてもそのエドガーとかシーフを入れる時代は終わったのかなと。まあその他のバフデバフとかもできるから、全部が全部そう言えるわけではないけど、まあ少なくとも魔法パに関してはもうビビだね。わざわざエドガー入れる必要はなくなっちゃったねということなんで、間違いなく強いということ、もうこの1000アビリティだけで強い、この属性デバフのね、確定デバフ1000アビ大好きマンのライム、まあライム動画見てる方ならもうご存知の通り、大好きマンのライムからしてもこれはもう圧倒的に強い、専用アビだけでもう爆強はい、ということで見ていくとですね、マスター審議、待機なしで一定時間味方全体ね、習得モードビビ毒を付与ということで、まあまた新たなね、これまあ弟子みたいなタイプ、習得モード弟子ってあったよね、マスター審議で。それと同じような感じで、こちらはですね、味方全体の毒属性のダメージアップってやつです。習得モード弟子は確かフェイタルダメージアップだったよね。
で、これは毒属性なんで、これ物理魔法関係なくこのバフは適用されるんで、だからさっきも言った通り物理魔にも全然ビビ入れていくことはできるということだね。はい。で、マスター追撃がですね、敵単体新元突1アップの毒魔法攻撃、味方全体の毒ダメを一旦アップ 30% で、ここまでだったら他のね、まあ、デプロテ型とちょっと似てるなと。この雰囲気でいくと英雄強化もないし幻突レベルアップもないし、うーんっていう感じだと思うんですよ正直。ただデプロテ型と違ってこのね、発動した瞬間に幻突レベルが4アップするんだよね。ちょうどいいとこね、エドガーがデプロテ型でいるんで比較するとこんな感じなんです。エドガーのマスターモードがね、幻突レベル2アップの英雄強化 25% からスタートするっていう内容なんだよね。で、こっちは英雄強化が一応追撃が発動するたびに 25% から最大 50% まで変化していくっていう内容で、幻突レベルアップはない内容なんだけど、こっちは英雄強化の代わりに味方全体の毒属性ダメージアップがついてて、幻突レベルは2じゃなくて4アップするっていうところが、まあ相違点ってことになってくるんだけど、まあこれをどう見るかなんだけど、正直ビビド元々の性能を考えると強い。ネジマテでダメージアップ中のネジマテまず持ってる。で、トランスで高確率、つまり 50% だね、 50% の追撃が出る、もう 50% の確率でもう一回放つが出るってことを考えると、マスター審議、まあダメージ英雄強化の部分はまあレジェマテでなんとかするとして、で、これはビビだけじゃなくて味方全体の火力も底上げできるってことを考えればサブアタッカーとしてはかなり良さそうで、幻突レベル4もついてるからマスター審議の後に究極審議と D 角打てば幻突レベルプラス6なわけじゃないですか。この時点でもう7万ですよ。で、究極審議も3回使えばさらに幻突レベルもう1上がるから8上がるから、7か、ごめん、7だね、77だから8万ってことはね、8万出れば十分だよねって思う。さすがに他の、あのデプロテ型みたいにあの5万とかね、それぐらいのダメージ、49,099とかしか出まへんとかさ、そういうのとかと比べたら、さすがに7万8万出るんだったらちょっとアタッカーとしても十分やっていけそうだなみたいな感じだよね。で、千夜日も、まあ、5回攻撃ではあるんだけど毒デバフがついてるっていうところで、まあメインアタッカーとしてやっていくわけじゃないので、どっちにしてもね、サブアタッカー的な立ち回りになるんで、それ考えるとかなりいいやつもらってると思う、これマジで。で、魔法パで言うと、例えばケフカとかね、使う方ほぼケフカ使うと思うんだけど、魔法の毒パって使うと思うんだけど、ケフカって ATB 短縮のシンクロあるけど、まあその後クリシン使えばいいんだけどさ、そのね、クリシン持ってない場合ってさ、ダメージ低めのシンクロアビを使わなきゃいけないわけじゃないですか。こうなってきた時にこの毒アビダメアップがあれば、まあ、多少は火力の底上げができんのかなとか、まあ、いろいろあるよね。で、もちろんこの毒ダメージアップ変化っていうのも他の毒ダメアップと重ねることも当然できるということなので、オルゾロスとかね、まあ、その他のアビダメアップとかももちろん重なってくるんで、強いな、急になんか魔法パ強くなってきたぞということだね。はい、マスター審議いいのもらいました。で、究極審議、はい、こちらがですね、自身に独特性まとめ重式大ということで3段階まとめます。そう、これね、クワッドエレメントモードとかじゃないから気をつけてね、だから他の必殺技と全く併用できないからね、これ気をつけてください。で、他の内容を見てもですね、こちら毒属性アビリティ使用時もう一回放つだからね、全く併用できませんからね、これ使っても本当に単独、本当に新キャラみたいな感じです。で、これの主だった効果で言うと、追撃、これ4ターン自身が毒属性アビリティ使用時にもう一回放つっていうことなんです、4ターンの間。だから究極審議打っ
って次のターンアビリティ打って、その後の追撃、その後からだね、2ターン目以降から4ターンもう一回放つがつくっていう効果内容になってます。まあ必殺技の使い方にもよるけど、これはちょっと4回って少なくないって思うかもし、少ないって思う人もいるかもしれないけど、必殺技最近いっぱい使うよね。のでマスター芯に打って、究極芯に打って、 D 角打ってっていう立ち回りだった場合はまあぴったり、なんならぴったりぐらいになるんで、その辺の回数についてはむしろ多いなっていうぐらい普通のキャラだったらこんな4ターンもう1回放つのつかないよね。ついてもまあ2ターンとかそんなもんじゃない。めちゃくちゃだから優遇されてるよ、やっぱり後発キャラだし。後発もうキャラって言っちゃってるけど、そう、後発の、まあ、実質新キャラなのでだいぶよくやってる方だと思う。まあ、毒属性っていうところもあるんだろうね。あんまり毒属性って使うとこないからさ、そういったところもあるんでしょうか。非常に強いです。でさっきも言った通り、英雄戦やび極化も3回使用すると威力上がって剣突レベルも1アップするという内容になってるんで、これでまた非常に凶悪と言っていいでしょう。はい、いいのもらいました。でアクセル審議、これまたね、毒属性アビのダメージアップ中なんです。3段階これ強いね、強いね。だからここら辺でもうカバーできてる、英雄強化のところを。ので、まあ、結構いいんじゃない。レジェマテとアクシングここまでついてればちゃんと火力出ると思う、割れる。はい、良さそう。で最後、最後じゃないのか、まだもう、あ、2つあんのか。この D 角ね、この D 角は毒属性単品ではなくクワッドエレメントモードになりましたね。炎、氷、雷、毒っていう4属性まとめができるようになったんで、ちょっとね、まあ皆さんここまで見て気づいたかなと思うんですけど、ビビの毒属性まといって3パターンしか方法ありません。究極審議の3段階まといと D 角のクワッドエレメントモードで、それのせいかモードにもですね、クワッドエレメントモードになってんだよね。これデュアルシフトしてモード2ね、もう一回放つ、待機時間なしにする、4属性アビ使用時に一定時間属性に応じた的へ重式付与。要するにこれ本当にただのクワッドエレメントモードっていうことなんで、D 角で2段階まとえるってこと。ちょっとめんどくさいけどね、D 角打って、アビリティ打って、毒まとって、デュアルシフトして、アビリティ打ってっていう手順を踏まないといけないので、ちょっと面倒だけど、まとうと思えばここで2段階まといはできる。ただ究極審議打っちゃった方が早いけどね、場面によるか、場面による。ただマスター審議にも毒性剥がし対策がバリアがついているよね。あ、ついてる、万象剥離バリアついてるから、まあ、これとうまいこと併用して立ち回っていけば、まあ、究極審議1個で足りないことはないけど、もっと火力を上げたい場合とかね、まあ、あると思うんで、そういった時はデュアルシフトモード2を検討するしてもいいかもしれない。人による立ち回りにも寄ってくるってことですね。はい、であとは、あ、そう、星7チェイン出ましたね。ビビチェイン出ました。毒チェインだけ超数多いんだよねなんでか知んないけど毒チェイン超多くない。エドガー持ってる、レイラ持ってる、キスティス持ってる、で今回ビビも出た、だとマーカスも持ってるよね毒チェインその数に対してはもうほぼ持ってるっていうね、過半数がチェイン持ってるっていう不思議な属性ですけど、キャラ少ないから、引く人が少ないからこそなのかな。あ、あとオルトロスチェインもあるんだっけ。そういえばあるよね、確かあったよね。すげえな、毒属性だから、まあどのチェインを使うかは、まあ、皆さん次第ではあるんだけど、非常にいいと思う、この星7チェインで実装されたのは。使いやすいね。ビビはやっぱりね、他の必殺技でガシガシデバフしていきたいから、そっちに必殺ゲージ使いたくなかったからね。はい。まあ内容自体は普通の星7チェーンと特に変わらないね。はい。味方の毒属性まとって人数を落ちて短時間敵全体の毒属性耐性ダウンということになってるんで、まあ普通にチェーン使えば OK です。で、あと、これが、3つ目の属性まといの方法として星7戦技だね、まあ、これ1回しか使えないけどクワッドエレメントモードつきますので、まあ
別の属性でももちろん使っていけるという内容になってます。はい、やべ、もう今この動画終わりそうに締めそうになっちゃったけど全然まだビビしか語ってない。でビビの、総評でいくとですね、毒属性のエースキャラに一気に躍り出たんじゃないかなというとこだね。今まで確率デバフでやってたところね、まああるいは2回に1回とかね、シーフアビのねポイズンロワーだっけ、とかで2回に1回のやつをやってたところで、ビビがね、まあ短時間ではあるけど確定デバフを持ってきてくれたん で、あと魔法パだとちょっとシーフとかエドが使いにくかったところはあるからね、そう考えると非常に良さそうな感じはします。魔法で殴りながらもちゃんとデバフもできる、マスター主義もちゃんと強かったっていう。で英雄強化とかついてないけど、そこら辺に関しては悪神とかレジェマテでカバーできるし、ビビって高確率のトランスマテリア 50% のもう1回放つもあったりするから、何気にそれ考えたらめちゃめちゃ強いな。こう一応ハンデは背負ってるとはいえ、ゲントツレベルアップとかないとはいえ、まあ他のねマスター主義持ってるキャラの火力も上げることもできるって考えれば、うん、まあ十分強キャラかなっていうところがありますね。まあただ唯一の、まあ、欠点というか難点というか、既存の必殺技との併用ほとんどできないので、ビビって黒魔法覚醒系が全然ないからね。実は命のなんていうか命覚醒モードとかそんなやつで、黒魔法覚醒モードっていうか黒魔同士覚醒モードみたいなのあるんだけど、もう一回放つじゃないんだよね確かね、待機なしとみたいな、そんなやつだったから、ちょっと使いにくい。一個だけ D 角でなんか使えそうなあったけど、結局今回の新たなクワッドエレメントモードタイプの方がまあねいいと思う。どっちにしても属性まとえないからって既存のやつだと。なのでまあ一から集め直す覚悟は必要です。最低でも D 角と究極神器を当てないと使えないからね、気をつけてください。本当に属性まとわずにただただ属性デバフだけやってればいいっていうんだったらともかくね、まあ、それだったらあまりビビ使う必要もなくなってきちゃうからな結局。なんで D 角と究極神器は絶対当ててください。はい、それからエドガーですね。まあエドガーさっきもマスター神器の話しちゃったんだよね。でプロテのサポート型です。まあエドガーらしい、ゲージに余裕があれば打つけど、まあ、毒属性デバッファーとしては、まあ、D 角だけでも最悪デバッファーの役割としては十分果たせるので、それプラスですね、まあ、火力も一緒に出していきたいっていう方向けになってくるかなと思います。でクリシンは復刻だから良いとして、であとはエドガーですね。こちらアビリティじゃないアクセル神器で、追撃で敵単体に4回連続の毒属性遠距離物理攻撃と短時間味方全体の毒属性攻撃力1段階アップということができます。こちらもサポート型となっておりますので、まあ、デバフしながらさらに、バフの面でも味方をサポートするよというものです。でまあ総評になるんですが、まあ、既存の必殺で正直役割自体は全然果たせるので、今回はもう本当にビビ狙いのおまけになっちゃいます。わざわざこのガチャでエドガー狙いで回す人いないと思うんで、もうドリセレとか他の、まあ、いっぱい種類あるガチャで既存の装備揃えちゃった方が確実かなと思います。はい、それから最後のキャラですが、マーカスのマスター神器、これはねもう分かりやすいね。新幻突レベル付与型で、自身も新幻突アップの爆強マスター神器界最強の大当たり型ですね。マーカスに来ました。まあマーカスって毒物理界のメインアタッカーなんで、まあ、数少ない中ではマーカスが一応トップクラスのキャラになってるから、まあ当然といえば当然来るでしょうということだったんで、これは非常にいいでしょう。マーカス使いの方は全然マスター神器狙いありだね。ありなレベルで、クリシンは復刻で、残念ながらオバフロ神器が実装されちゃった。いらねー、マスター主義環境になって一番いらないねこれ。ただでさえマスター主義でゲージ食うのに、マスター主義より弱い必殺技をわざわざ使う意味がわからない。マジでいらないねこれ本当に。まあなかったから出しましたっていうノリなんだろうけど、これだったらビビのねなんか必殺技もう一個ぐらい増やしてもよかったぐらいだよね。なんかシンクロとかさただでさえちょっと
属性まといが薄いキャラだから別にシンクロとか出しても全然良かったと思うんだけどね。なんでこんなことすんのかな、いらないね。はい、ということでマーカスの総評ですが、まあ、正直マーカスって毒属性ではめっちゃ強いのは確かなんだけど、 ATB 短縮とかですね、そういった目立つものは特になかったりするんだよね。バフとかデバフとか、そういったところ、あとアタッカーとしてまあ最低限のものもちゃんと揃ってるしみたいなところで、まあ毒物理アタッカーとしては最強格かなっていう話だったんですよ。でまあ今後のですね、毒属性の柱となるビビと一緒に使っていくことも全然できますし、マーカス自体も属性シリーズジョブの三軸で全然戦っていける、シリーズでもジタンの相方になってくれるし、風属性でも戦えるから、でジョブでも天命シーフでもちろん全然メインで使っていけるっていうことを考えると、まあ全然集めて損ないキャラなんで、ビビと一緒に狙っちゃってもいいと思います。ということで長々と語ってきましたが、まとめ、新ガチャ引くべきか。今回全人類待望の魔法の毒属性確定デバフのビビが実装されたわけですが、もうほとんどエッジの時と同じように既存の必殺技と併用できないので、新たに一からビビの装備を集めていくってことが必須なわけですよね。で属性まといの手段も少ないので、最低でもクワッドエレメントモードの D 角と究極真意を当てていかないと実用には厳しいので、引く覚悟は必要ですね、どうしても。なんで頑張ってください、頑張ってください。チェインは他のキャラとかでもできるからいいけど、まあね、属性まといはもう必須中の必須なんで、このゲーム。まあただですね、一応ビビこうやって新キャラとしてまあ実質出てきたわけですが、現状のまま毒デバフはエドガーとかシーフに任せてもまあ大丈夫っちゃ大丈夫なので、あとは皆さんがですね、とりあえず毒ダンジョンに挑んで決めるってのがいいと思う。毒ダンジョンに挑んで、いやさすがにこれ、さすがにこれエドガー無理だって、シーフ無理だってってなったら考えるっていう、それが結局ベストだよね。足りない枠を考える、足りない力量を測る上では、あこれはもうさすがに無理だわ、ビビいたら勝てるそうだなみたいな、そういったところで狙っていくのがよろしい。はい、といったところで今回の動画ココバルで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そして高評価、メンバーシップ登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。